はい、こんにちは。社会の授業を始めます。今日はね、日本国憲法についてやっていきますね。日本国憲法、いいでしょうか、ね、で、日本国憲法でね、まあ横にね、国民主権、平和主義って書いてありますが、これね、まあ後でね、やっていきますが、三大原則のうちの2つですねを、まあ今日は中心にね、やっていきたいと思います。いいでしょうか。まず、日本国憲法の制定ですが、1946年11月3日に公布されて、1947年5月3日に施行されました。まあ、ここから実際に、ね、憲法が適用されるようになったんですね。で、この日は今でも、ね、憲法記念日になりますね。いいでしょうか。はい、次、国の最高法規って書いてありますが、これも言い方難しいですがね、憲法は国の最高法規であり、憲法に反する法律、政令、条例などの制定や行政処分を行ってはならない、ね、憲法に書いてあることと、ね、違う内容というか、ね、憲法でこれはダメって言ってるのにそれはいいですっていうような法律とかね、そういう憲法に反する法律とかは、まあ、制定もしてはダメだし、それをね、元に人を罰したりとかもしてはいけないですね。いいでしょう。憲法は、ね、その国のどの法律よりも上です、ね、一番上にある法なのでね、いいでしょう、ね、はい、これね、しっかり覚えておいてください。最高法規ってそういうことです。もうどの法律とかよりも上ってことですね。いいでしょう、はい、次、3つの原則、最初に言いましたがね、国民主権、基本的人権の尊重と平和主義、これをね、まあ、三大原則と言いますね。3つの原則です。今日はね、そのうちのこの2つをね、主にやっていきます。基本的人権の尊重はね、また次回にね、やっていきたいと思います。いいでしょうか、ね、で、憲法改正というのはね、憲法をまあ、ね、何条もあるんですが、何十条とあるんですが、それをね、の文章、文言を内容をちょっと変えることですね。憲法改正っていうんですが、ね、それにはね、手続きが必要なんですね。なんといっても国の最高法規なんでね、そんなにコロコロ変わったら困るんです ね。なので憲法を改正するにはとてもね、手続きがあります。いいでしょうか。で、まずね、最初は各議員、衆議院、参議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議します。まず憲法改正をしようっていう国会の発議が始まるんですね。で、その後、じゃあ国会の発議があって、それで憲法が改正されるかというと、そうではないんですね。それがあって、次に国民投票が行われます。国民投票というのは、まあ、我々国民が投票するんですね。国民投票で過半数の賛成によって承認されます。国民投票っていうのが行われて、それで、まあ、過半数のね、賛成があれば、そこで初めて憲法が改正されるんですね。いいでしょう。こういう手続きになってます。まあ、なかなかハードルが高い手続きなんですね。で、そのね、国民投票するための、まあ、もうちょっと細かいことを定めた国民投票法っていうのが2007年に成立しました。ね。いいでしょう。まあ、このようにね、憲法改正っていうのは、そんなコロコロ変えられては困るので、まあ、ね、それなりの手続きがあるんですね。これも知っておいてください。いいでしょうか。はい、ではね、次いきます。次はね、国民主権ね、国民主権ね、こっちもありますが、国民主権です、ね、国の政治を決める権限を主権と言いますね。主権で、日本国憲法では主権は国民にあるとされていますね。国の政治を決める権限は国民にあるんだよって言ってるんですね。いいでしょう。これはね、日本国憲法の前文っていうのは、まあ、第1条が始まる前に、まあ、日本国憲法はまあ大体こういう理念で作られましたよみたいな、まあ、ずっと書かれてる部分があるんですが、それを前文というんですが、それと第1条に明記されてます、ね、いいでしょう。国の政治を決める権限が国民であるっていうのは当たり前なんじゃないかって思う人も多いかと思いますが、そういうわけでもないんですね。世界の国にはそういうところがない、ね、国民主権じゃない国もね、まあ、少なからずあるんですね。なので全ての国がね、国民主権でこんなこと当たり前じゃないかっていうふうには、ね、思わないでほしいと思います。いいでしょう。日本は主権は国民にあります。いいでしょう。はい、次、
天皇の地位と仕事ね。ちなみにね、大日本帝国憲法ねの時は主権っていうのは天皇にあったんですね。国民じゃなかったんですね。いいでしょ。それに対して今のね、日本国憲法で天皇というのはどういう地位にあるかっていうと、国と国民統合の象徴、ちょっとすごい言い方が難しいけど、要するにね、象徴なんですね。シンボルなんですね、天皇っていうのは。そういう、ね、地位にあります。いいでしょ、ね。で、その地位は国民の意思に基づいてます。ね、いいでしょ。で、天皇は内閣の助言と承認に基づいて、これね、国事行為って呼びます。国事行為だけを行います。ね。で、国政に関する権限を持たないんですね。これ大事です。いいでしょう。ね、天皇は、ね、政治に対して、なんか意見したりとかね、こうそういうことは持たない。そういう権限がないんですね。いいでしょう。これが今の天皇の、まあ、立場というかね、になります。いいでしょう。ね、だから、内閣、例えばね、内閣とかが決めたね、法律とかに対して、天皇が、いや、これは違うんじゃないか、やめましょうとかね、そういうことは言えないし、言わないということですね。いいでしょう。そういうことになります。はい。ではね、次、いきます。はい。で、天皇が行う国事行為っていうのは一体何かって言ったら、まあ、大きくこの11個にあります。まあ、一番ね、覚えておいてほしいのは、内閣総理大臣と最高裁判所長官の任命です。いいですか？任命。ね、指名は、あれですかね、国会がしたりとか、内閣ね、最高裁判所長官の場合は内閣が指名はするんですが、任命っていうのは天皇が行います。で、あと憲法改正、法律政令条約の公布っていうのは天皇がします。国会の召集も一応国事行為なので天皇がします。衆議院の解散も、ね、まあ、解散をするっていう行為そのものはまあ国事行為なので天皇がします。で、国会議員の総選挙の施行の公示、国務大臣など任命、大使の信任の承認、認証ですね。大社原型系の執行の免除や復権の、まあ、この辺ちょっと難しいんでさらっと聞いてほしいんですが、英典の授与、外交文書の認証、外国大使などの設授、あと儀式、ね、まあ、いろいろあるんですが、ね、こういうことが、まあ、天皇が行う内閣の助言と承認に基づいて行う国事行為になります。いいでしょうか。はい。ではね、次いきます。はい。次はね、平和主義についてです。いいですか、平和主義。ね、これも日本国憲法全文に平和の維持や平和、世界平和の追求について書かれています。いろいろ書かれているんですね。あと興味ある人はね、日本国憲法っていうのはね、まあ、調べたらね、すぐ、ね、まあ、本とかでもありますし、今やったらインターネットとかでもね、すぐに調べられるので、全文とかね、興味ある人は読んでみてほしいと思います。決してそんなね、むちゃくちゃ長いことはないのです。ね、さらっと言うことだと思います。で、憲法の第9条に戦争の放棄、戦力の不保持、国の公選権の否認などを強く打ち出す内容が書かれています、ね。日本国憲法はね、平和憲法って言われたりもするんですが、それはなぜかっていうと、この9条がね、あるからだと言われています。いいでしょう。ね、このね、9条っていうのもしっかり覚えておいてください。いいですか。はい。次はね、比較三原則、ちょっと難しい字ですが、比較三原則、まあ、3つの原則ですね。核兵器に対して持たない、作らない、持ち込ませない、ね、こういう原則です。核兵器を日本は持ちません、日本は作りません、日本は持ち込ませません、ね、外国から持ち込ませませんということですね。この3つの原則、これは比較三原則といいます。これはね、まあ、世界で唯一原子爆弾の被害を受けた日本の、まあ、国税ですね。いいでしょうか。で、1967年、当時の首相であった佐藤栄作という人が、まあ、国会で答弁したんですね。こういうふうにね。いいでしょう。これを、まあ、比較三原則と言われます、ね。日本は核兵器を持たない、核兵器を作らない、核兵器を持ち込ませない。ね、これを比較三原則と言います。いいでしょうか。はい。
ではね、次いきたいと思います。はい。じゃあここから問題です。ね、丸選ぶ問題、書く問題でいろいろあるので、しっかりね、問題読んで、ね、答え方間違えないでくださいね。いいでしょうか。はい。ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね。できましたかね。最初やっていきたいと思います。まずね、1番。日本国憲法の施行された日はいつですか。選びます。これね。これは、1946年1月3日ってところでね、公布された日なんですね。なので、施行された日はこっちです。今の憲法記念ですね。5月3日です。いいでしょうか。はい、次。過去に当てはまる語句を書きなさい。日本国憲法は国の、これは最初にありましたね。最高法規ですね。最高法規であるんですね。最高法規であるということです。いいでしょうか。ね、どんな法律とかよりも上です。あらゆる日本にあるあらゆる法のトップ、上にあるのが憲法です。いいでしょうかね。はい、次。日本国憲法の三大原則をすべて書きなさい。ね、まあ、大ヒントでここに、ね、2つ書いてあるんですが、国民主権、ね。主権は国民にあるんですよっていうことと、あとね、2つ目は基本的人権の尊重。これね、次回やるって言ってましたが、基本的人権の尊重。まあ、そのままなんですがね、基本的な人権ですね。基本的な人権を、ね、尊重しますよってことですね。ね、あと平和主義ですね。ね、平和主義いいですか。この3つが三大原則です。いいですか。次、憲法改正には国会の発議を経て次に何が行われますか。ね、国会の発議だけでは憲法改正できないんですね。この次何が行われるかというと、これらは国民投票です。いいですか。ね、で、各国民投票で過半数賛成があれば、初めてそれで憲法改正なんですね。いいでしょうか。はい。どうですかね、これ。できましたかね。間違った人はね、またしっかりね、見直すようにしてください。いいですか。はい。じゃあね、次いきます。はい。今日はここまでですね。これも穴埋めの問題、書く問題ありますね。いいでしょうか。はい。ではね、これも、ね。一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね。できましたかね。一緒にやっていきたいと思います。次ね。天皇は国と国民統合の、これは象徴です。象徴である、ね、象徴なんですね。天皇のシンボルなんですね。国の印象。次、内閣総理大臣の任命など天皇が内閣の助言と承認に基づいて行う行為を何て言いますか。これは国事行為ですね。行為、国事行為と言います。次、平和主義の理念は憲法の前文と第何条に書かれていますか。これは第9条ですね。ね、9条です。まあ、9はね、別に漢字で、あの漢字で漢数字でもどっちでもいいですが、第9条です。いいですか。で、最後ね、核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないっていう原則ね、これを何と言いますか。これは非核三原則ですね。比較三原則になります、ね、いいでしょう。はい、どうですかね、これできましたかね。間違った人はね、またしっかりね、見直すようにしてください。いいですか。
はい、ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。